今回もねフリーコインズに来たのでね、買い物してみたいと思います。はい、見てこれ、なんだと思う？キャンプ。キャンプ欲しい。キャンプちっちゃくねこれ。キャンプのテント。人寝れなくねこれ。これですね、なんとペット用の簡易ハウスでございます。でも1000円だね、値段ね。本当だ。なんかやっぱさ、最近さ、なんか震災が多いから、ペットちゃんも急にほらハウスがさなくなっちゃったらさ困る時があるじゃん。そのためのハウスだって。へー、これ何？あ、防災救急セットだって。へー、すごいね。ね、これは水泳ライト。ライト。ライト。あ、ここに日本がある。あ、結構明るそう。壊れてる。電池入ってる。ここ、手つくんじゃない？つかないね。電池切れかな。あ、でもね、見て。ここのライトとここのライトが。あ、そうかそうかそうか。あ、ここ光ってる。ついてるついてる。すごい明るそうだね、これ。ね、明るそう。あと、携帯トイレセットと、アルミだね。お布団とかにも。やっぱ震災グッズがね、あるね。ね。でもうちはね、あのベビーカーとかあるし、白黒2匹いるからね。ベビーカー？ベビーカー。ベビーカーって何？こういうやつ。ああ、あれか。うん。あ、見て。ガチャガチャ。すごい。かわいい。何これ？あ、本当だ。あれだね。こうやってこういうことでしょ。うん。あ、これじゃない、きっと。ほら、出てきた。あ、すごいすごいすごい。すごい。これ自分でさ、可愛くしたら、可愛いガチャができるかな。ね、できるできるできる。これからさ、学校休みになっちゃったから、遊ぼっか。そうだね。うん、2個買って。うん。ね、りりんちゃん、パンダさん持って。どこにあったの？パンダさんどこにあった？あ、そこにあったの。あ、ごめん、カゴ。ありがとうございます。入る？持てる？うん、持てる。あと、なんかすごいね、やっぱスリコ、久々に来たけど、ね、結構アクセサリーとかもいっぱいあるね。ね、めっちゃいっぱいあるね。うん、かわいい。なにこれ？水筒？水筒みたいな感じ？入ってる。へぇー。あ、これ？見て、ノートビがある。かわいいね、ここ。あ、縄跳びがあるよ。かわいい、縄跳び。カウンター好きだって。かわいい、かわいい。いい？うん、家の前で縄跳びしますか。運動しないとね、さすがにね。ずっとお家にこもってるわけでもいかないしね。でね、程よくね、運動しましょう。これあのダイエットスリッパじゃない？そうなの。かかとをほらアップしてさ、これね、運動効果になるの。へー、ママやったら。そうね、その通りでございます、兄様。ママ、まずここ入る。入るよ。ひどくない？もでも大丈夫、足のサイズはうちと同じなの。そう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 。これいいじゃん。何これ？ペットボトル入る。ペットボトルが入る。ポケット付き。あ、ウエストポーチなのにペットボトル入るの？すごくない？どうやって？あ、こうなってんのか。すごい、いいじゃん。リミだったらこうするよ。うん、こうしてここにペットボトルが入るってことね。リミだったらこうする。ベストポーチだよ、リミ。そうだよ、これ首ポーチじゃないの。なるほど。何これ？お弁当箱みたい。ミラー付き、アクセサリーケース。裏に、どこにミラーついてる？裏？ここ。あ、ほんとだ。誰かなんか入れてった。入れてるね。日本かな、それ。かわいい。かわいいと思うの？かわいい。かわいくないよね。すごいかわいい。これかわいくない？かわいい。かわいいよね、全部。みんなかわいいね、ここ。ね、みんなかわいいね、なんか春っぽい。持ってない色。うん、持ってない色。ほら、かわいくない？これ買っていい？いいよ。ありがとう。すごいね。かわいいピアスがいっぱい。ね、ここイヤリングだけど。あ、イヤリング、イヤリング、ごめんごめん。こういうのも可愛いですね。やば、いや、すごい量です。この辺ピアスだけど。ピンもいっぱいあるね。ね、
かわいい、見て。かわいい。かわいいね。いろんなもの売ってんね。そうだね。おお、めっちゃ雑貨。かわいい。植木とかね。これ雑貨置いてた。うんうん。そうだね。お部屋に飾るのいいかも。すごいいっぱいあるね。なんかゴミ箱じゃない？かわいい。ほら。あ、これはいいね。車のゴミ箱に。これなんだろう、書いてある。マガジンラックだ。マガジン、本をね、ここに入れるんだ。すごい。これ危ない。あ、ゴミ箱発見。これうちにあるのとさ、あれだよね、もうだいぶ古くなって汚くなっちゃったんだよね。うん。だ、これいいじゃん、こうやってビニールを入れて使う、ね、いいんじゃない。これこれ2個置いてたけど黒だし、すごいね。なんかこういう棚とかいっぱいあるね。かわいい。あ、これなんかしーちゃんの家に持ってるの似てない？似てる似てる。宝石箱みたいなの、ね、お。はい、ということでね、帰ってきたんですけど、ちょっと日にちまたいちゃったんですけどね、パパッと紹介していきたいと思います、はい、全部で5000円ぐらいですね、はい。まあ、パパとかのも買ったやつとかも入ってるんで。そう、買ったやつ使ってるからさ、うん、ちょっと。あ、そうだ、リミちゃん2階にあるから取ってくる。うん、そうだ、リミちゃんもすでに使ってました。じゃあもう紹介してちゃってやりにいいかな。いいよ、紹介しちゃうね。うん、まず、うん、2つ目が、待って、リミが帰ってきた。はい、こちらのね、カウンター付き縄跳びです、うん、そうね。で、これ、シホとリミ2人とも買ったんですけど、うん、ピンクがシホで、うん、緑っぽい、うん、っぽいのが、うん、リミのです。これカウンター付きで、うん、めちゃめちゃ便利だなと思って買いました。ね、今の時期さ、ちょっとね、玄関先でやるとかいいかも。そう、本当に運動不足になりそうだよね。太るから私。本当やばいですね。今までずっとさ、学校行って鬼ごっことかしてすごい遊んでたのがなくなるわけだから、やっぱそれなりにかなりの運動不足に陥りそうですね。これでだからね、縄跳びしていきたいと思います。はい、日課にしたらいいかもね。朝ちょこっと人気が少ない時にやるとかさ。早起きしなきゃそう、そのためにはやっぱ早起きは必需品だね。必需品じゃないや、必須だねまあ8時ぐらいに起きたいね、目安として。それ便利、うんうん、じゃあ次紹介して。それ、いや、次はリミがつけてるこれです。このなんだっけ、スマホを見る。そう、ここにもスマホついてるんですけど、そうそう、首にかけて手を離して見れるという、こういう感じの、わかるかな。しかも遠くに、そうそうそう、あんまり近い距離じゃなく程よい距離で、しかも触らず見れるっていうやつ。こうやって動かせるよ。あー、へえ。はい、次行きます。次はね、こちらのね、ちょっとこれ下ろそうか。あ、そうだね、ちょっと見えなくなっちゃうから。次はこちらの組み立てカプセルトイキットということでね、2個買いました。こちら2個買って、そうです。シホとリミでね、今度また動画で紹介するんですけど、はい、遊ぼうかなと思って買いました、はい。で、こちら、あ、今回行ったスリコがプラスだったんで、プラス、そうですよ、スリーコインプラスっていうね。そう、だから300円以上の、300円じゃなくて500円だったんですけど、うんうん、買ってみました。はい、これね、カプセルが5個入ってるのね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、また今度動画で紹介すると思うので、はい、また出てきます。はい、次にね、こちらのゴミ箱です。ゴミ箱、こちらのゴミ箱めちゃめちゃ清潔で、あれ絡まってる。これ前ね、持ってたんだけど、ちょっとだいぶ汚くてね、プラスチック。そうなんですよ。これね、いいよね、黒だし。黒だしさ、すごい清潔感があって。映るかな。前ね、ピンクだった。そう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 。それリンちゃん広げて、これで
ここに袋かけんだよね。わかるかな。いい。うん。そうそうそう、ちょっとねちっちゃいんだけど袋が、もうちょっと大きい袋でこうやってつけるとここにゴミが捨てられる。でもう いっぱいになったら丸めて大きい袋にボンって入れられるっていうね、清潔な感じで使えるやつです。はいね、これすごくいいよね。いいですね。ゴキブリとか来たらこれでやっつけ、いやそういう目的ではございませんはい、じゃあ次行きましょう。これは新生活始める人にいいんじゃないかと思いますけどね、はい、スリコってほら、捕まえられたよ、うん、あー逃げた。すごい日常品があるんですね。そう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 、めちゃめちゃ良かったですよ、うん、まあ、プラスっていうのもあってすごいね、そうなんですね、いっぱいありましたね。棚とかももちろん、棚とかもいっぱいあったしね、ハンガーとか、うん、生活雑貨がいっぱいあって、うん、本当新生活、うん、始める人には、はい、すごくいい、ね、いいんじゃないかな。キャンプのやつとかあった。そうだね、いっぱいあったね。車用品とかね、鍋あった。鍋、うんはい、じゃあ次行きましょう。次にね、こちらの跡がつかないピン、前髪クリップということで、うん、こんな感じです。これ私が買ったんですけど、うん、あ、跡がつかないピンが欲しくて。うん、かわいいね。かわいいよね。ピン、しかもピンクでかわいかったんで買いました。はい、リミピンもつけてください。ここ、こうやってこうやって、あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない。あ、でもリミが両方つけるの。あ、そう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 、こうやってメイクして、そうそう、あとつかないんだ。あとつかないんだよ、それ。そう、いいでしょ。なんでギザギザがない。そう、ないの、うん、平らだから。はい、じゃあ次行きましょう。次リミーよ。これなんだ、うん、これはね、しほちゃんが買った。開けてみて。じゃあお弁当箱じゃないよ。なんだろうね、映ってない、映ってない。何これ。完全にお弁当箱に見える。お弁当箱に見えるけど違うんだよね。何これ、何、開けてみて。なにこれ。待って、汚い部屋映さないで。本当に汚い部屋映さないで。これね、なの、なにこれ、こちらは小物入れ。ねえ、だから本当に映さないでって言ってんの。カメラだよ、カメラ。こちらはですね、鏡、アクセサリーボックスということでね、うんうんうん、蓋の裏にか、あの鏡がついて、こっちが収納ケースということで、うん、あ、そうだね、それこそそのピンとかね、そう、そういう入れてこうやると、で開けるときに鏡見ながらつけられるって感じ。なるほど。それ立つのかな、この鏡。あ、立ちをしないとじゃなくて、こうじゃない、立たない。それはここは、ここなんかくぼんでない、ここ。立つ、ほらくぼんでるもん。ちょっと映ってない、映ってない。立ちますか。そう、ここにちょうどなんかくぼんでたから怪しいと思ったんだけど、こうなるんだよやっぱり。ほら、まあ、欲しい、欲しくない。ママはいらないけど、ちゃんと鏡が立って、鏡見ながらこうできるように、こうやって、ああ大丈夫、こうやってピンをこうつけてると、そう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 。ちょっとあれだね、鏡のアングル、カメラのアングルちょっと変えましょう。カメラのアングル変えました。広くしました。次にからパパなんですけど、あ、パパね。え、しーちゃん、イヤホンケース、え、ホームで止めた、うん、止めた。イヤホンケースなんですけど、こちらになんか SD カードとか入れるっていうので買いましたっぽいです。そうですね、買いましたっぽいです。なんかこれすごい頑丈で硬い。そう、硬いんでね、カチカチで、ちっちゃな SD カードとか入れるそうです。はい、次に行きます。はい、次に、うん、こちらの文房具です。こちら165円だったんですけど、待って、テカって見えない。あ、ありがとう。こちら中身付箋になってて、開けてみなきゃ分かんなくない。めちゃめちゃ可愛いんです。開けちゃう、めっちゃ、こうして、テカって見えてない。あ、見えた見えた見えた。こんな感じ。そんな感じ、まあ、横から見るとこんな。そうですね。へえ。これ新学期使おうと思って。ね、いいかも。かわいい。次にね、こちらのウォーターミストです。
こちらなんかプルルスキンケアの前にね、なんかねミストをやるとねすごいプルル肌になるって書いてあって、しかもね入荷が再入荷って書いてあって人気なんです。大人気って書いてありましたね。500円でした。なので買ってみました、ね、思春期なんでちょっとニキビすごいんで最近。ここに水入れるとミストになってこうやるとね、うん、それ買ったんだ。うん、これ買った。なるという感じです。今度ね使ってみたいと思います。はい、使います。次に私がイヤリング買いました。春っぽい。春っぽいね。すごい可愛い色してるんですけど、こんな感じの黄色っぽいやつ見えてるかな、うん、こんな感じの。あー可愛くない？黄色ってあんま持ってなかったよね。ないね、うん、あ、お勉強箱に入れる。次にね、私ネイル買ったんですよ。持ってない色のネイルがあったので買ってみました、うん、はい。そう、この先ネイルしようかなと思って。せっかくの休みなんだし休みエンジョイしたいじゃん、ということで買ったのがこちらの色のネイルです。もうちょっとお願いしていい？こういう色持ってなくてめちゃめちゃ可愛かった。緑だね。そう、エメラルドグリーンみたいな感じ。リミ、あの色好きでしょ。めっちゃ可愛いこの色。爪塗ってあげようか。塗ってあげようか。私ピンク系塗るけど、リミはシーちゃんが塗るから塗り合いこするの今日。そうこんなもんでございます。こんなもんでございます。ほぼ私の買い物だったんですけど、うん、みんな本当に欲しいのなかった？大丈夫？なかった。でもゴミ箱とかさ、縄跳びとかさ、あとまあこのガチャガチャとか、ね、縄跳びここで飛んでいい？なめよここじゃ。当たんないようにする。これお気に入りこれ。縄跳びだわか。縄跳び後でやろう。うん、うん、はい、じゃあ閉めてください。はい、ということで今回はねスリコで買ってきたものを紹介しました。はい、買ってきたところも動画があるかな。買ってきてるところが映った後の紹介だったと思うので、これでも終わりです。でも終わりです。それでは。